しかし、神秘的な合併症を患った患者もまた診察することがよくあります。私の見た研究では、ほぼ 10% の神秘的な合併症のほとんどが軟組織によるものでした。歯周病学的な観点からリスクの高い部位として根分岐部病変を有する化学嘘塞第一第九歯のプロービング時に出血があります。中央はヤングレーザーを使用しているところです。インプラント周辺の360度すべてでアクセスを可能にするために上部構造を除去しなければなりませんでした。これは先端がサファイアでできています。インプラント周囲炎の治療のために特別に作られたものです。下の写真はインプラント周囲の軟組織のベースライン時の臨床像です。